今日はなんか何色っていうの、そのベレー帽っていうんですか、ベレー帽、ベレー帽はベレー帽っていうのかな、今も今ベレー帽って言いますよ。あのハンチング帽ってあるじゃないですか。昔あれは何て言ったか知ってます？わかんない。鳥打ち帽って言ったんです。鳥打ち帽、なんで？かっこいいね、その鳥打ち帽って言って今の子は引くでしょうね。古っ。で僕たちアベックだからって言っても引くでしょう。何ですかアベックって？カップルのことですよ。カップルでいいじゃないですか。ごめんなさい。第2部になりました、島岡みのぶからアシスタントが変わりました。今日ベレー帽の北園大花です。よろしくお願いします。シンドラーのリストっていう映画がありまして、はい、あのスティーブン・スピルバーグの。で、これはもちろん見てませんね。はい、このアカデミー賞取ってるすごくいい映画なんですけども、はい、これはナチス・ドイツの時代に、まあ、シンドラーっていう男がいて、で、この人がユダヤ人を救ったって話なんですけど、すごくシンドラーって言っていい人みたいなんだけど、映画の中にもはっきり出てくるんですけど、ユダヤ人が、最初の頃、いわゆる普通のアリア人よりも、普通のドイツ人って変ですけど、賃金が安くて、自分が儲けたいから安く使うために、ユダヤ人を雇ってたんですね。それ映画の中にも出てくるんですけど、まあ、そのうちだんだん人を救うっていう、リアム・ニーソンがいい役をやってましたけども、日本のシンドラーって言われてる人がいて、この人は、杉浦千畝っていう人で、岐阜県の八百津出身の人で、八百津に行くと彼の日があったりしますけども、この人は、日本のシンドラー、なぜそう言われるかっていうと、もう、それは、日本のシンドラーということ自体、杉浦千畝さんに、失礼なぐらい、まあ、命のビザっていう映画にもなりましたけども、リトアニアという国の、まあ、戦前、日本の大使館の大使だったんですね。それで、どうもドイツが、まあ、ナチスのものになって、ユダヤ人が迫害されて、たくさんの人が国外に出たいと。で、リトアニアでパスポート、ビザを出したら逃げれるんですね。日本のビザで日本まで一旦行って、そこからアメリカへ行くなり、第三国へ行けるというので。で、ビザを、とにかく、本国は日独伊三国同盟みたいなのありましたか、みたいなのありましたから、ドイツは同盟国だったんですね、当時ね。でそれはダメって言ったんだけど、私たちはそのこんな迫害を僕は許すことができないって言って、本当に自分が脱出するギリギリまで4000人とも6000人とも言われて、自分でビザを書いてたくさんの人をユダヤ人を結果的に救ったということで、イスラエルに行くと杉浦千畝通りっていう杉浦さんの名前の通りがある、道ができたんです、ね、そう、これはまあ日本人としては誇りに思ってもいい、映画にもなってる杉浦千畝通りの話をしましたけども、通りってのはいろいろありましてですね、例えばそうですね、この話以前にもしましたけど、京都の下鴨というところがあって、はい、ここにワコールって下着の、ワコールを作った、はい、京都ですもんね、本社が、うん。そうです。大塚さんという、もう亡くなりましたけど、この間、大塚さんという大邸宅があるんですね。はい、それで、タクシーに乗って、そのあたりに来たいときどう行ったらいいか知ってます。これ本当に。大塚さんの、ブラジャー通り行ってください。今でもブラジャー通りでと呼ばれている。わかりやすいですね。茅ヶ崎に行くと、加山雄三通りというのが有名ですけど、今やサザン通りという、サザンオールスターズの通りがあって、ちょっと行くと茅ヶ崎館という素敵な旅館があるんですけども、今日はその茅ヶ崎館を舞台にした映画をこの後ご紹介いたします。この曲の後です。オリジナルサウンドトラックでコーラスライン。オリジナルサウンドトラックでコーラスラインでした。シネポケットのコーナー、この方です。東間空です。よろしくお願いします。お願いします。空ちゃん、最近は俳優業は、俳優業はもうなんかあんまり小さいのしかばっかりやってないですね。かっこいい。いやもうそうなんです。私もちっちゃいのばっかりですけど、まあ悪い時期も悪い時期もありますので、悪い時期はちょっと続きますね。俺もそうですけど、ね、続く時が、まあぼちぼち頑張りましょう。はい、頑張ります。さあ今日は何を紹介、今日は映画じゃないですね。そう、作品というか、今日ちょっと MX4D についてちょっと話題の語りたいと思うんですよ。東京のローカルテレビじゃなくて、それは違うんですよ。というのも、先日ジュラシックワールドを、はい、MX4D で、あ、でかいスクリーンで、はい、MX4D という、うん、映画の新しい、なんでしょうね、システムといいますか、うん、体験できる、あ、そうなんです。だから 3D までは皆さんご存知、はい、そうですね、メガネかけて。 4D は何なの？ 4DMX というのは 3D メガネをかけつつ、うん、椅子に座って、その椅子が動く。あー、もう一回体験したことある。そして風が出る。そして匂いを感じられる。じゃあ画面の中で誰かが、うん、臭いのが流れてる。そうなんですよ。でも、その今、ちょっとまだ、その匂いの技術が、一映画について多分一つしか出せないんですけど、まさにこのジュラシックワールドっていうのは 4D を見るために作られた映画なんじゃないかというね。体感できるって。そうなんですよ。アトラクションと言っていい。に近いですね。映画館というより。ディズニーランドとか、
SJ、ユニバーサルスタジオジャパンで、よくあるじゃないですか、体験型。それに近い感じ。それにも本当に近いです。はい、うん。それちょっと体験してきたので、ちょっと紹介して、教えてください。ジュラシックワールド。まず、ジュラシックワールドのあらすじ。うん、ちょっとかつて、凄惨な事故を起こして閉鎖となったジュラシックパークがあったイスラヌ、ヌブラヌ島。事件から22年後、ジュラシックパークを運営していたインジェン社は、マスラニグローバル社に買収され、故ジェン・ハモンドが夢見たテーマパークは、ジュラシックワールドとしてマスラニ社によって実現され、世界中からの観光客を集める人気スポットとして成功していたんです。これもうジュラシックパークの4作目ですね。そうです。はい。で、パーク責任者のクレア・ディアリングは、遺伝子操作によって生み出されたハイブリッド恐竜、インドミナスレックスの飼育に就寝していた。このハイブリッド恐竜って言うんですけど、うん、素晴らしいんですよ。もういろんな生物の DNA を、うん、だからやっちゃいけないことしてるんですよ。そうなんですよ。組み合わせて、うん、そのカメレオンのね、うん、とかもう姿を消せたりするんです。はい。それでマスラニ社の社長でジュラシックワールドのオーナーでもあるサイモン・マスラニは、インドミナスの飼育のために防壁が適切かどうかを応援グラディティという評価させるクリアに命じるんですね。オーエンは元海軍の軍人で、今はベロキラプトルの飼育士として働いています。しぶしぶ要求を受け入れるオーエンは飼育員2人を連れてインドミナスの飼育エリアに向かいます。3人は飼育エリアに着いたものの、インドミナスの姿が見当たりません。うん、仕方なく、防壁内部に侵入し、捜索を開始。だがそれはインドミナスの罠だったんですね。壁に登ったような爪痕がわざとつけて逃げたように見せて待ち伏せしていたインドミナスは飼育員2人を殺害、防壁を突き破って脱走し、パークは大混乱に陥ります。うん、凶暴で残忍、巨大で知能が高い上にベロキラプトルと意思疎通ができるインドミナス、果たしてイスラヌブラル島から生きて脱出することはできるのだろうかというジュラシックパークのあらすじなんですけど、このジュラシックパークを 4DMX で見るとどうなるか。まず恐竜が現れて足を一歩踏み出します。そうすると椅子がドンって突き上がる。そうなの。はい。僕ね、試写室で、はい、あれは東方東亜かな、はい、試写室で一応 3D では見たんですよ、はい、見たんだけども、ちょっと後悔してるのは、これ公開になってから大画面で見るべきだったと思ったけども、はい、そのドンっていうのはかなり来る。もう来ます。うわ、もうズンってもうちゃんと来ます。最高じゃない。そう、絶対。しかも、うん、背中と首筋か、もうなんかマッサージチェアみたいに動くんですよ。あ、肩凝った時いいですね。だから船のシーンとかあるじゃないですか。はいはいはい、あそこでちゃんと船に乗ってるみたいに揺られる。画面に合わせて、はい、画面に合わせて。すごいすごい。そしてもうすごいのが、うん、あのシーン、丸い乗り物に乗ってパークを回るシーンあるじゃないですか。子供二人が球体みたいな、はい、うん、そしてその恐竜に襲撃されてしぶしぶ外に出なきゃいけない時が、はいはいはい、外に出る瞬間にプスーンと匂いが、草の匂いが、本当香ってくるんですよ。外に出ましたと。はい、うわすごいな。そしてもう一つ体感できるのが、あの水でワニ、でっかいワニみたいなのがボーンって飛び出てくるシーンあるじゃないですか、はいはい、その時に水しぶきがプシュッて顔に、嘘、ちゃんとかかります。本当に水かかる。はい、水がかかります。何味、味だけじゃないですか。あ、すごい、プシュッてかかるんですよ。すごい、ちょっとびっくりじゃないですか。はい、もうみんなだから声に出しちゃう。だから映画館じゃないじゃん、みんな静かに見てるときに、やーとか、もう、うわーとか。俺、北園岡と行かない方がいいですね。いや、もうそうですよ。岡ちゃんと行ったらもう、多分もう終始もう声を出して。多分つまみ出されるんですか。はい。そうなんですよ。子供か。そしてもうこれちょっと豆知識なんですけど、はいはい、4D には 4DMX と MX4D っていう2種類があるんですよ。わかんない、先生。そうなんですよ。これはちょっと、4DX っていうのは韓国の会社が、開発したんですけど、うん、4DX はシートの可動、風、水しぶき、香り、煙、風圧、雷、雨、泡っていうのが体験できます。うん、泡も出てくるの？はい。そして僕が体験したのは 4D、あ、M、すいません、MX4D というのです。うん、MX4D というのはもっとすごくて、はい、シートの可動に加えてシートの突き上げ、うん、首元への感触、背中への感触、香り、風、水しぶき、足元への感触、地響き、突風、霧、ストロボという、もう完全にこれ完璧だ。ディズニーランドかどっか行ったような感じですね。はい、そうなんですよ。すごいです。これはもうアメリカの会社が開発したんですけど。そうですか。はい。そしてこの MX4D というのが体験できるのがまだ東京に2つしかありません。
そうなんですか。はい。東方シネマズ新宿と東方シネマズ六本木ヒルズというのなんですよ。なので、チケットの争奪戦がもう、あ、確かに。今ももう本当に大変です。だってこれ公開になってもう1ヶ月以上経ってます。僕も、公開されて3週目ぐらいの土曜日に見に行こうとしてチケットを取ろうとしたんですけど、2日前の12時ぴったしか予約できるんですけど、12時ぴったりにログインしたはずなのに、待ち時間が2000万と出まして、これは見れないと思って、その次の週の平日に、10時ぐらいの回ですよ。あ、朝の。はい。それをいや、朝の夜です。夜。はい。うんうん、僕、近くなんで、10時ぐらいの回で行って、やっと撮れたぐらいでした。なぜかというと、シートが200席ぐらいしかないんですよ、まだ。そういう関係で。そうなんですよ。でかいところではできないので、これまだ多分難しいと思うんですけど、あと神奈川の方は、MX4D じゃないんですけど、うん、4DX の方なんですけど、小田原コロナワールドというところで、うん、体験できるので。僕知らなかったね。はい。ちょっと今か、ちょっと、ね、気になるお値なんですけど、これ、ね、いくらぐらいかな。映画料金プラス1600円です。だから前売り券を持ってれば1300円とか400円プラス1600円なんで3000円。3000円ぐらいで見れる。はい。でも僕はもう前売り券とか持ってなかったので1800円プラス1600円だったので3400円。ぐらいで。その価値はあるかな。いや、全然あります。もう本当にこれ見ちゃうと、普通の 3D じゃ見えなくなっちゃいます。声裏返ってるよ。本当に。だってアトラクションがすごい何時間も続くってわけ。そうです。もう2時間のもう本当に緊張しっぱなしで。2時間5分だったと思います。はい、そうなんですよ。これはいいね。だからこの次、この MX4D を何で見たらいいか。なんだろう。もうスターウォーズしかないでしょうね。そうか。そうなんですよ。スターウォーズもやるだろうね、これ。絶対やります。絶対この今聞いたのですごいのはさ、恐竜がね、大きい足でドンと来た時に、その椅子がバン。ドン。それスターウォーズのね、スターシップに乗ってる時どうなるか。いやだ、もう、いやだ、普通の番組じゃなくなってきちゃった。そうなんですよ。もうこうやって揺れて、レーザーが当たった時にドンって揺れて。すごい。ね。ワクワクしそう。いや、最も盛り上がりました。はい。もうぜひこの MX4D を体験してください。チケット取るの大変でしょうけど。はい。頑張って皆さん。トーマス・ソラ君、シネポケットのコーナーでした。はい、ありがとうございました。オリジナルサウンドトラックで、My Favorite Things。皆様お聞きの放送は川崎 FM、FM ケイシティです。 79.1MHz でここ武蔵小杉駅前にありますタワープレス1階の小さなスタジオからあなたへ、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 お送りしております。毎週月曜日の午後1時から3時まで私岡村陽一のシネマストリートでお楽しみいただいております。なお、この番組はインターネットで世界中のどこからでもお楽しみいただくことができます。伊能市でも、うるま市でも、皆様ぜひ川崎 FM のホームページに入っていただきまして、 Listen Radio のところをチェックしてみてください。なおこの番組は後日、モビックスの岡村一のシネマストリート専用サイトにアップされまして、2ヶ月ほどお聞きになることができます。ぜひ一度、岡村一のシネマストリートの専用サイトに行っていただいて、アップが遅れてるじゃないかというメールを送ってください。よろしくお願いします。さあ今日はここからはですね、邦画でございました。はい、これはもう公開に、なった。今月になってます、はい。公開中です。公開中の映画、タイトルがね、ちょっと面白いんですよ。3泊4日5時の鐘という日本の映画の、特集をお送りしたいと思います。まず、番組2度目の登場。はい。と言っていいでしょうか。先に紹介ですか。この方です。はい。大物の西野と申します。西田さん。西田信義です。西田信義さんは不思議な人で、なんて言ったらいいのかな、どんな方なんですか。何度も会ってるし、昔からあらゆる撮影現場とか、はい、あと試写室とか、はい、僕もよく何者かわからないとか、あと本業は何ですかとかどうやって生活してるんですかとか、結婚してるんですかとか、うん、聞かれたりするんですけど、うん、西田さんはもっとわからない。そうですか。あなたは、はい、聞かれたら、職業は何、映画関係者ということは知ってるんですけど、はい、あらゆることやってますよね。うん、でも、いくつかです。映画に出たこともあるじゃないですか。そうですね。岡村さんと共演したことがあります。そうですね。役者もされていらっしゃる、はい、そうなんですよ。まあ、それは、ちょろっと映画の宣伝配給、制作、あと映画のフィルムの配給、そこはやってないけど、出版もやってない。何が一番強いですか。何でしょうね、分かんなくなってますけど、うん、まあ、今一番やってるのは制作なんですけどね、うん、はい、やっぱり配給宣伝から制作もやるようになった、うん、本当はやっぱり制作やりたくて、うん、この世界入って、
ったのつもりなんですね、うん、今プロデュース的なプロデュースですか、ね、何本ぐらいされたんですか。いや今までは少ないんですけどこれからは、うん結構来年、さっきちょっと伺ったら、はい、来年公開のものが結構ね。来年公開はまず、まあ一つ、二つ、三つぐらい。ね、ただちょっとまだ言えないという情報公開前で。一、うんまあ、つは言えるんですけど、ね。言えるんですけど、言ってみて。矢崎仁志監督の無伴奏っていうのが、ね。あ、これだ、いらっしゃいました。はい、矢崎さん。まあ、ああ、キスキスキスでいらっしゃいました。矢崎さんの映画を、まあ、制作、うん、一緒にやってます。なるほどね。はい、というわけで、非常に才能がある。おっちゃんですけどね。柳さん不思議な人ですよね。そして、なんとこの方は女優にしてプロデューサー、はい、杉野キキちゃんみたいな人ですが。はい、あの杉野キキさんに憧れて、うんうん、この3泊4日5時の鐘では、うん、アシスタントプロデューサー兼出演という形で関わってるんですけれども、うんうん、お名前を福島ジュリーです。はい。どうしジュリちゃんというにはジュリさん、ジュリちゃんが可愛い。ジュリさん、若いから年齢聞いてもいいでしょうか。私と一緒なんですよ、実は。今年23。23、そうですか。です。はい、92年です、ね。92年生まれです。びっくりしちゃった、なんかすごいしっかりしてるから。そうだね。同じ年と思えないなと思いまして。うん、はい。アシスタントプロデューサーもされて。はい、今回があの初めての映画というか、はい、初めて映画に携わったんですけれども、はいはい、どうでした、両方やるっていうのは。そうですね、あのまず出演するということが決まってからアシスタントプロデューサーもというお話で、もうあの出演するだけでもちょっとテンパってたのに裏方もやるということですごく緊張してたんですけれども、逆にこう制作を裏から見れてすごい楽しかったです。そうなんだ。なんかゼミ長の役をされてましたよね。はい、はい、あのちょうどその撮影期間中、私大学4年生でゼミ長もやっていたので、じゃあ大学生っていうのがもう本当に大学生、その役の、はい、中の大学生ではなくて本当に大学生で、本当に大学生の時に、はい、撮ったので、すごい自分とリンクするところもあって、性格もあんな感じですか、みんなを引っ張っていくけど。そうですね、あのこの綾子という役は主人公をこう一途に思っている役なんですけれども、はい、そこはまあちょっと自分とは違うところというか、はい、すごい苦労した点もありました、ね、女子会だ。なんか言いたそうだなと思って、喋らないから、ね、少し進めとこうと思って。岡村さんどうでしたか、三泊四日4日、まあ、あの映画の内容を紹介してませんので、はい、そういうわけでゼミ長がどうでしたと言われても僕もあの聞いてらっしゃる方はわからないと思うんです、はい、だから映画ので自分と同い年かどうかは居酒屋じゃないんだから、私は今福島さんの年を聞いてあの私と一緒だって言っちゃったじゃないですか。それ居酒屋の場合はいいんですけど、これ7号公共放送、はい、3泊4日5時の鐘、タイトルがとにかく面白くて、でいろんな映画祭にも海外にもすでに映画が旅をしているという感じですよね。シロス、シロス国際映画祭、シロスってどこ？ギリシャです、ね、ギリシャなんですか。あと北京国際映画祭、シンガポール国際映画祭、マラケシュ国際映画祭、ロッテルダム、オランダですね、はい、国際映画祭、大阪アジアン映画祭、あと日本コネクションというのに、ロッテルダムで聞きちゃう、はい、怪我を交通事故に遭われちゃうんですけど、この後電話で、はいね、登場します。キキちゃんというのは杉野キキさんという、この番組にね、以前ちょっと震災の映画で、はい、自ら穏やかな日常、そう穏やかな日常の時に来ていただいて、うん、プロデュースと出演されてて、でこの間群青色の通り道も、ね、出てらっしゃいましたよね、はい、あの監督のね、笹部清監督が出てらっしゃったけど、どういうストーリーなのかというのは、じゃあこの曲の後伺って、その後ちょっとキキちゃんに電話がつなげればと思いますが、この曲をまず聴いてから、今日はあの選曲を福島ジュリさん、ジュリちゃんに、はい、ちゃんって言われたら嫌ですか。あ、全然嫌じゃないです。普段みんなには何て言われてるの。あ、でも一番ジュリちゃんが多いですね。じゃあジュリちゃんにしましょう、岡村さん。じゃあ僕なんか親しいからジュリーって言っていいですか。初対面で。じゃあジュリーの選曲でずっとやっておりますけども、第2部は、この曲の後です。オリジナルサウンドトラックで The Point of No Return。
私事になりますが、私岡村一のシネマストリート、今日1805回目を今お送りしておりますが、今日で私、DJ 生活34年ということでございまして、私何も自慢できるものありませんが、やっぱり34年もやってくれてよかったなと思っております。いっぱいありますよ岡村さん。いやもうそうですねじゃないんだ太っちゃったからね、太る前はよかったんですけどね。いっぱいあるんです。僕はだって年取ってるでしょ、太ってるでしょ、ハゲてるでしょ、貧乏でしょ、病弱でしょ、せっかちくどい、いいとこないじゃないか本当だそうそうそう今日は私の話もいいです、終わります、はい、35年目も頑張ります、以上です。3泊4日5時の鐘という映画の特集をお送りしております。こんな、なんというかな、なんとも言えないストーリーなんですよね。そうですね、島さん、はい、なんかどっかで突然殺人事件が起こるとか大変な大惨難が起きて、なんかこう恐竜からみんな逃げるとか、そういう話ではないんですけども、いやないですね、ふわっとした話なんですけども、でも人間の怖さも現れてるという、はい、こんなストーリーです。舞台は茅ヶ崎にある老舗旅館、正反対の性格を持つ2人の女性を中心とした7人の男女の絡み合う恋愛物語が描かれています。かつての同僚の結婚パーティーのために茅ヶ崎の老舗旅館にやってきたカリンとマキ、旅館の大学生をもてあそぶ奔放な性格のカリンに、生真面目な性格のマキは苛立ちを隠せなかった。そんなマキも大学時代に恋を抱いていた教授との偶然の再会に心をときめかせていた。しかしそこに友春を密かに思う同級生綾子や梨沙の弟浩太も加わり、次第に登場人物たちの感情が複雑に絡まり始めていくって感じなんです。はい、最終的にはっていうね福島さん、はい、これ最初女優としてこのゼミ長の役、はい、脚本もらって読んだ時どう思いました？私は正直この役に共感できなかったというか、なんか一番見ていただいた方には応援したくなる役というふうに言っていただくことが多いんですけれども、うん、ちょっとなんかいいこぶってるというか、うん、真面目すぎて、うん、自分の本性をあんまり出してないんじゃないかというふうに思いまして、うん、ね、うん、逆に奔放なカリンだったり感情ぶつけてるマキだったり、そういった役の方が、ね、役にちょっと難しいですよね、魅力的に見えたりしてしまって、つまり脚本が気に入らなかったってとでもないです、はい、次第でもだんだんこの綾子という役も好きになって、うん、はい、自分の中では特別な存在ですね。西田さん、はい、この映画どう捉えてますか？どう捉えるかっていうのは、うん、その最初の印象ですかね。うん、最初ちょっとある意味ね、うん、パッとすごく分かりやすい話で、うん、滑った転んだ恋した刺した逃げた捕まったとかそういう話じゃないじゃないですか、うんうん、恋したちょっと入ってますかね。あ、そうか、恋した入ってますね、うん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 、だからその結構スーッと見れちゃうんですよね。そうですね、うん、そのスーッと見れるっていうところはくせ者みたいな感じですか、うん、監督が今日来ていただく予定だった三沢拓也さんという、はい、ちょっと急遽はい、韓国の方の映画祭に呼ばれてこれなくなったんですけども、非常に力ありますね、はい、淡々とこの繋いでいく話を、うん、どう言ったらいいかな、ちっちゃい石を一個一個積み上げていく力みたいなのね、うんうん、ある方だと思うんですけども、汗拭いてください緊張したんですかね。緊張してますね。そうですね、この杉野喜々さんという人がマキっていう決まりの役をやってるんですけども、はい、もう自らプロデュースもして出演もして、最近いろんな方の映画にも出てるんですけども、そのさっき言ったロッテルムダムの映画祭に参加した時に、はい、大型タクシーに轢かれちゃって、はい、大怪我してなんか4回も手術して、はい、もう大丈夫、歩ける？そうですね、うん、ご自身で歩けるぐらいまでには順調に回復していまして、うんうん、そうか、今日はちょっとスタジオには、ね、広島の方に行ってらっしゃる、はい、ということなんですが、杉野喜々さん、杉野喜々さん、あれ杉野喜々さん、あれ聞こえないよ。あ、聞こえた。ご無沙汰してます、岡村陽一です。覚えてますか？いえいえ、今ちょっと何回もいろんな方に聞かれて大変だと思うんですけど、本当に大変でしたね今年はね。
んか、フェイスブックとか拝見してるともう普通に歩けると聞いてるんですが、大丈夫ですか？もう飛んだり跳ねたりもできる。あ、そうですか。よかったですね。本当にお見舞い申し上げます。さよなら。あ、違うわ。今ね、スタジオに福島樹里ちゃんと宣伝の今回ね、いろいろやっていただいている西田さんと一緒に来て、今生放送でシネマストリートって以前来ていただきました、武蔵小杉のスタジオからお送りしてるんですが、今回プロデュースということで、このいろいろなんていうかな、ふわっとした人間模様を描いた映画とも言えるんですけど、この映画を作ろうと思った一番の思いというのは何でしょうか？うん。うん。まだ若いですよね。うん。うん。27。わあ、すごい。もうじゃあ、弟分みたいな感じですね。キキさんからするとね。うん。うん。で、実際、撮らせてみて、どうだったでしょう。僕はすごい力のある人だなと思ったんですけど、映画拝見して。うん。うん。ああ、そう。うん。うんうん。うん。はい。うん。ああ、そう。うん。うん。そうですね。キキさん演じるマキとね、割と奔放なこのカリンって女の人が、と、まぁ、ちょっと、要するに私何時間待ったと思ったら、こう、喧嘩になっていくじゃないですか、そこの。あのあたりがいいですね。なんか、いやらしい感じですよね。女の同士の喧嘩の、うわ、嫌だ、この場にいたくないっていう感じがすごく出てて、すごいナチュラルでよかったですね、そのシーン。うん。うん、うん。うん。つまりキキさんご自身もああいういやらしい部分が多いということですか？そんなことないですよね。やだ。ひどい。ちょっとふざけただけなのに。いや、あのあたりがね、僕この映画のおへそだと思ってるんですよ。そう。ね、人間本当のこと言わないみたいなね、ところと。あとあの黒い衣装から白に変わって、なぜ白に変わったんだろうと思うと、ちゃんと理由があるんですよね。それはちょっと言わない方がいいかもしれないですけどね。大変。はい。ではちょっとラジオを聴きの皆さんに、最後にメッセージをお願いします。ラジオを聴きの皆さんに一言お願いいたします。うん。映画3泊4日5時の鐘のプロデュース、そして出演の杉野キキさん、広島から電話で、出ていただきました。どうもありがとうございました。またぜひお会いしましょう。ありがとうございます。薬師丸ひろ子でウーマン。ウーマン、薬師丸ひろ子でした。さあ今日は3泊4日5時の鐘特集ということでございまして、
プロデュースと出演の福島樹里ちゃんに来ていただいてますが、この具体的にはなんか役者さんのキャスティングとか、はい、いろいろ関わったと。そうですね、私が主にやらせていただいたのは役者さん周りのこと、演技事務というんですけれども、うん、事務所に直接スケジュールの確認を取ったり、そういうなんか連絡事項を伝えたりとか、役者さんのケアとか、そういった仕事をやっていました。大変じゃない、事務所とかわがまま言うでしょいやうちのトーマは出せないなその時間はギャラが合わないしいやでも今回は本当幸いには皆さんすごく協力的な方たちばかりだったので、うん、すごく協力してくださって順調に進みました。今後もほらプロデュースとかしていくわけでしょ、はい、プロデューサーとして西野さん、西田さん、はい、なんかアドバイスありませんかそんなアドバイスなんて言えるほどのものでもないんですが、なんですかね、まあ、プロデューサーといってもこういろいろこう仕事がたくさんありますけど、だったというかね、うんうんうん、だからそのどういったものを中心にやっていかれるのかなと思って、うん、その、まあ、企画開発とかあと撮影とかいろんな段階がありますけど、うん、なんですかね、全体ですかね、プロデューサーって。そうですね、うん、今ちょうど大学院でプロデュースの勉強もしていまして、うん、予算管理だったりキャスティングのやり方だったりとか、うん、でもやはり自分の企画を映像化したいという思いも強いの で、うんでね、はい、企画開発にも力を入れていきたいなと、うん、プロダクションの力が強すぎると思いますね最近そうなんです、まあ、ちょっとその辺はね、ここでちょっとなかなか話しづらいところですけど、いい方向で動けばいいんだけども、うん、なんかこう、うん、作品がキングだと僕は思ってるんですよ。というか、もっと正確に言うと、見る方がキングだと思うんですよね、うん、ただね、逆にでも今役者さんが日本映画を救ってると思いますけどね、うん、だから割といい役者さんがこう いらっしゃる中で、うん、いい企画をこうにこう飛び込んでくれる役者さんが結構いらっしゃる、うん、そこが今の日本映画をなんかかろうじてなんか立たせてるような気が逆にします。例えば具体的な名前で言うとどんな役者さんですか、この人がいるからいいなっていうの。そうですね、まあ、たくさんいますね、うんうん、や待ってますよ、うん、いつまでも私のことじゃなくて、いやどういう方がいるか答えを、うん、え、岡村さんのですか。いや僕じゃなくて、いや役所小路さんとか、うん、とかね、元木とかね、とかね、うん、浅野さんとか。そうですね、こ、うんな日本の一番長い映画見て、うん、いい役者いるなと思いましたね、うん、全然やっぱ原田監督が偉いのは、はい、全然知らない人も出してるんですね、うん、誰もが知っている山崎人もが追加の役やってるんだけど、うん、結構大きい役で、はい、すごく風圧のある、まあね、そういう軍事の話をする映画なので、全く僕ですらって言ったら変だけど、一回も見たことないような上手い役者さんがいっぱい出てて嬉しかったですけどね、うん、あ、すごいです、日本映画見せたもんじゃない、役者の層で言うとね、うんうん、思いますけど、福島さんは こういう映画を撮りたいみたいなってあります？そうですね、私が今一番撮りたいのは、うん、女子校もの、あ、青春な感じですか。はい、なんか高校、私はほぼ女子校で育ったんですけど、すごい高校時代って自分にとっても大きかったし、なんか一番成長する時期でもあると思うので、そこの女子校っていうところにスポットを当てて女性の本性を描きたいなって。女のぐじゃぐじゃみたいなのをいっぱい体験済みなんですか。まあ、ある程度は体験していきます。女子会になってるよ、女子会になってるよ。る、ね、気になるから、やっぱり女子校にいたら絶対そうじゃないですか、こうは。うん、でも楽しそう、でも女子だけだとね、逆に楽しそう。なんか気を使わないから楽ですね。そうですね、はい、すごい楽ですね。ねえ。3泊4日5時の鐘というのはね、ちょっとパッとストーリーこうだからこうですって映画じゃないですよね、石田さん。そうですね、いわゆるこう、うん、ある、ま、夏というか、うん、夏の終わりがけの、ね、花火とか出てくるんですけど、うん、なんですけど、一つもうこのいろんな人物が出てきて、少しそこで、まあ、女同士の腹の探り合いとか、あるいはちょっとかすかな恋みたいなものがあったり、喧嘩もあったりするという話なんですけど、決してね、楽しい学園ドラマというもの、大学のね、ゼミが入ってくるんですけど、もう一つの主役が茅ヶ崎館という旅館で撮ったりんですけども、ここは映画の中にも出てきますけども、まあ、茅ヶ崎にあって、老舗も100何年56年
2015年の老舗旅館で、はい、僕実は1回だけ泊まったことあります。あの小津安二郎監督が、はい、東京物語とかね、はい、いろいろなあの脚本の構想を練ったところで小津さんが泊まってた部屋っていう実際使った火鉢とも映画なんか出てきますけど、はい、それで小津さんがよくカレー鍋というのを作ったんですね。それで天井見てくださいっていう旅館の人に聞いたら、そこに焦がした時の天井が焦げてるんですよね、はい、でここによく、原節子さんとか高峰秀子さんが本当にいらっしゃったっていう、そこにも行きましたけどね。で隣の部屋ぐらいに泊まったんですけどね、あの泊まっ、そこ泊まってた、私は宿泊は宿泊してないですから、はい、あそこはね朝ごはんがね、あのハムが出る、卵とハムエッグ出るんですけどね、ハムがめちゃくちゃ美味しくてね、鎌倉ハムだなと思って、あれはあれで、あとやっぱり小津安二郎さんの、はい、ちょっと展示もあってね、あの実際に監督が使ってたメガネとか、あの有名な帽子とか、はい、もうちょっと展示があったりしてね、うん、ぜひ小津ファンならずとも一回は行ってほしいという、うん、ところですが、そこにね泊まって、ちょっとある映画のある監督と構想を 練るために泊まったんですけど、でもねやっぱりね、場が持ってる力っていうのがあって、どこかでなんか湧いてくる気がするんですよ、小津安二郎がここにいたのかと思うと、あの世界の巨匠がね、なんかも小津さんが愛したこの茅ヶ崎館というところも一つの、もう一つのキャストのようなね、うん、はい、感じがありますね。大川、うん、ちゃんどうでしたこの映画。そう、私もこうなんて言うんだろうな、あの女の人って最後ら辺が超なんかこうあの絡み合ってくるじゃないですか、いろんな男女が絡み合ってくるんですけど、なんか一見、まあ、人は見た目で判断したらいけないなって思ったんです。なぜかというと、こう綺麗で上品でいい奥様っていう人ほど意外と立ち悪かったりしません？なんかちょっと性格が悪く浮気してたりとか、うわー怖っと思っちゃったんですけど、そうです、ね、だから人は見た目で判断しないどこって思って、だから岡村さんを見る方、皆さん見た目で判断しちゃいけませんよ怖いと思わないでっていうことです。そうですね暗くなっちゃって福島さんはなんかフランス映画もプロデュースされたと聞いたんですけど、はい、あのちょうど先月に広島でオールロケで撮りまして、今電話で出てくださった杉野キキさん、はい、の、 あの女優復帰作ということで、うん、あの杉野さんもメインキャストで出ていただいて、うん、フランス人の監督とカメラマンで日本人のキャストで撮りました。面白いね。はい、それは公開は、は、おそらく来年の夏、タイトル聞いていいですか。愛だけが欲しいというタイトルがあります。やだ。なんかちょっと出てるんですけど。愛だけが欲しい。愛だけが欲しい。そうね。ちょっと名誉とかお金欲しいかな。いやらしいですね。愛だけでは満足できないから。西田さん今何が欲しい？愛ですかね。ほら岡村さん。助かろうとしてる。3泊4日5時の鐘上映中です。ぜひご覧ください。公開情報を言っていいですか。はい、東京新宿のケーズシネマで今公開中で、うん、その後横浜のあのジャック&ベティ、はい、おなじみです。はい、で11月7日から上映になりまして、ね、あとあの川崎のアートセンター、はいはい、新百合ヶ丘で、はい、うん、11月10日からの上映となります。ぜひご覧ください。今日最後の曲です。映画シェルブールの雨傘よりオリジナルサウンドトラックでメインテーマ。番組では皆様からのリクエスト曲、なんかバックグラウンドミュージックがいいと自分も高尚な人間だったみたい。この番組では皆様からのリクエスト曲、番組への感想などをお待ちしております。第1部のプレゼントもこちらへどうぞ。すべての宛先はこちらです。郵便番号 211-8566 川崎 FM 岡村陽一のシネマストリートの係まで。ファックスナンバーは川崎 044-711-1400 044-711-1400。 E メールアドレスはすべて小文字で kst@川崎fm.co.jp までお待ちしております。西田信雄さん、最後に一言お願いします。私はようやくなんか映画の制作ができるような環境が整ってきたので、うん、まあ、来年何本か、ね、また無伴奏、無伴奏以外にもいらっしゃってください。あ、そうですね、無伴奏の時は行かないかもしれないけど、はい、ジュリーさん、じゃあ最後に、はい、この3泊4日5時の鐘はどこにでもいるような人たちのいろんな感情の一点をこう切り取った作品になっておりますので、皆さんぜひ劇場でご覧ください。ありがとうございました。岡村陽一のシネマストリート。小野と申します。はい、和エンターテインメントの小野様。
初めて川崎 FM いらっしゃったと思いますが、今日は番組いかがでしたでしょうか。とても楽しかったです。とても良い感じに福島と西田さんの味を出していただいてどうもありがとうございました。キキさんよろしくお伝えください。はい、伝えます。はい、内緒なんですけど、私ちょっと他局でも番組を始めますので、はい、映画の番組を、はい、その時によかったらまたぜひいらっしゃってください。それを11月、まだ誰も知らないですけど、11月から始めようと思ってるんですけど、はい、第1回にキキさんがどうかなとか、ああそうですね、また連絡させていただきます。はい、よろしくお願いします。はい、では福島さんいかがでしたでしょうか。はい、初めてのラジオですごく緊張したんですが、とてもリラックスしてやることができ楽しかったです。はい、はい、普通のコメントですねそうですね。でもなんか杉野さんの声も電話で聞くことができたので、それがまたリラックスにつながって、あなたにとって杉野キキはどういう人でしょうか。私の憧れであり尊敬であり、まあ、いつかはライバルですとこう胸を張って言えるようなに成長したいと思います。そうね、きっとできると思います。はい、今日ありがとうございました。ありがとうございました。さあ2度目の登場ですが、はい、なんかの台湾のお金持ちみたいな感じですよどうでしたでしょうか。すいません、緊張しちゃいました。ちょっと緊張しましたね。3泊4日宇治の鐘の配給だったんですけど、なんか最後わからない人になってしまった、はい、まあでも最後綺麗に、ね、まとめていただいて、またこれに懲りずに、はい、よろしくお願いします。はい、滝巻、はい、今日はいかがでしたでしょうか。はい、34年目ということで、神々じゃねえかよ岡村さん素晴らしいですね。私は9月で、滝巻種巻き1年目です。あ、そうですね、ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、そらちゃん、はい、今日はいかがでしたでしょうか。いやもう素晴らしい、岡村さん DJ 生活34年目おめでとうございます。ありがとうございます。これからも頑張って全力で元気よく、はい、よろしくお願いします。はい、映画の方も一緒にやりましょうね。はい、よろしくお願いします。いや今日本当にね、え岡ちゃん、はい、あ今日聞いてた、あ今日滝巻聞いてたんだよね。今日本当に素晴らしかったですよ、今日のレポート。熱く熱い空さんが、ね、エキサイティングですね。エキサイティングでしたよ、はい、本当に。今後とも未来は明るいと思います。いや俺もう一回見たいと思ったもん。はい、ぜひ見てください。ねえ、ジュラシックワールド本当良かったです。はい、では、最後に岡ちゃん一言どうぞ。岡村さんお帰りなさい。やっぱ岡村さんいたら安心するわと思いながら。よく言うよ。先週俺が来た時露骨に嫌な顔してた。だっていないままでやるっていう気持ちがあったから、うん、いたらなんかびっくりしちゃって逆にどうしようみたいになっちゃって。なるほど。来週は本当に僕来れませんからよろしくお願いします。やってる。じゃあ来週は僕来れませんけどよろしくお願いします。また来週はまた先週に比べてもっともっとステップアップできているように頑張りますのでよろしくお願いします。はい、皆さんありがとうございました。どうもありがとうございました。どうも、はい、イエーイ。